翔平です。前回はね、しょうもない動画を上げてしまい、大変申し訳ありません。ということでね、今回は全く同じ、メンツという感じじゃないですけど、ロビーはね、同じなんですけど、新しくパーティーさんが敵に入ってきて、結構面白い試合ができるかなと期待しております。で、普通にスティンガー持って普通にやっていこうかなと。ね、うん。まあ、前回の動画でね、私がスティンガーを持って敵のキルストを私自身が落とさないと全く身動きが取れなくなってしまうとね、とはお分かりいただけたかなと思いますんで、まあいい試合になるといいですけどね。私はちょっと B の裏にもありますかね。とりあえずここに炊きまして、B はね、 C 側の方が有利なんですよね、ここはね。パーティーさんが敵に、あ、トリプルキル、オッケーオッケー、取れるかな。パーティーさんが敵にいるにもかかわらず A 側でリスポーンしましたね。どうやら味方の方がドミネーションやってるみたいですね。このマップは A でリスポーンした方が、あれ、なんか C4 が飛んできた、あれ、なんか死ななかったですね、おかしい。うん、 A でリスポーン最初、おお、なんだよ、もう消してくれてもいいんじゃないの。まあいいけど、なんだ？ダメな試合か？これは。また、上げられないような試合なのか？敵パーティーがいるはずなんですけどね。なんで全取り？まあいいや。とりあえず気を取り直して。うん。多分 C は取られる。あ、取られないか。あれ？うん、C がなくなりましたね。ってことで、B 取ってくれたのか。ありがとう。OK。ってことで、あ、A もなくなった。あ、やる気出してきましたね。オッケーオッケー。じゃあ、どうしましょうかね。ドミネをやると言っても、あんまり信頼は置けないのでね。ちょっと C に行ってみましょうかね。ラグいなぁ。しかしラグい。ちょっとやばいぞ、これ。C4 タイムかな、これは。C4 タイム。オッケー。ちょっとこれ、なんか敵のいけんじゃない？あ久しぶりに引っかかったな、わい。敵が慌ててね、ケアパケの方向かってったんで、本物かなとか言って思わされちゃう。めったにもう普通は拾わないんですけどね。もう無視なんですけど、ああいうなんか恐怖心な動作をした時は拾いに行ったりしますね。オッケーオッケー。まあ C 取りたいですね、ちょっと。A の方でマルチキルしたから C の方で取れるんじゃないこれ。頑張って押しましょう。ダメか？あー、まだいるのか。おお。おお。後ろ見てて欲しかったな。もうまあいいか。じゃあ A 取りに行きますかね。味方、もう、A ガラ空きなのに誰も行かないのかよ。もうやっぱりダメですね。やっぱり自分から取りに行かないと絶対試合に勝てないですね、外人さんのロビーではもうみんな真ん中の方でなんか固まってますからね。まあなんとか一人で取れましたけど、来てますね、来てますね。ちょっと味方はあんまり旗意識ないみたいなんで、ちょっと気合い入れていかないとダメですね、これ。多分 B はね、本屋さんに固まってるみたいですね、これは。味方が本屋さんの方に集中してるみたいなんで、コンビニですかね、B 裏の。あ、来た、E130。こういう時に役に立つんですね、EMP は。取っておいて大正解。OK。瞬殺ですね。こういうのを瞬殺していくのが私のプレスだよ。ねえ、もう、誰も A 見てないっていう。情けない。なんでも、なんで取られちゃうかな。みんな本屋さんにいるっていうね。少しは考えてプレイしようぜ。なんかキルスト出してくるやつがまだいますね。ちょっと2点取りしてから使うのがセオリーですけど、ちょっとキルスト防止ということで、ちょっと使いますか。リコンドローン。このうつらなさっぷりを見ると、もうブラインドアイとアサシンしかいないみたいですね。リコンドローン探知機に2人しか映ってないですもん。3人か。どこにいるんだかさっぱりわからん。
B の周りにもいないってことは A の後ろにいるのかな。あ、映り始めた。3人ぐらい映ってますね。ダメか。ちょっとリコンドローン全然役に立たねえな。家の中にいるっぽいですね、これ。多分、ブラインダイター、写真つけた連中が。じゃ、一回消して、ダメか、やっぱり。OK。じゃあ C 取っちゃいますか。この展開はね、どっちか取れるはずなんですけどね、味方がやる気を出せば。味方は C 通り過ぎてどこ行っちゃいますもんね、みんな。OK。一人来てくれた。ありがとう。お前そこに来るの分かってる。あ、知らない？あ、OK。じゃあ、A にもセキュアしてくれてますね、誰かが。ちょっと手伝いに行きますか。いてぇ。ステルスか。OK。じゃあ、とりあえず、A、B で行きますかね。うん。ちょっと味方の旗意識が全ゼロなので、2点取りをキープしようという気がないみたいなので、私が A に張り付きますね。いた。A の周り誰もいないですもんね。とりあえず UAV には映ってないですけど、外人さんのロビーは UAV はほとんど役に立たないので、いますね。あー、やばい。ちょっと、見えない、このアイアンサイトだと。まだ負けてますからね、ちょっとここで2点をきっちりキープしたいですね。そう、新兵さんは分かってるんですよね。なんで高プレステージの連中、プレステージいってる連中はもう役に立たないですね、ホッキーって全く。オーケー、なんかラグいな、おい。やっぱワイヤレスはダメですね。優先にしないとダメだ。ラグって、ちょっと、ケーブルを買ってもらえたんですね、これは。なんだ、ラグいぞ、おい。3品あるのにこのラグさって、まいったなぁ。ちょっと C にちょっかい出していいのかな。ダメだよね、やっぱりね。ブラインドアイとアサシンの戦士が見てますね。ちょっと私ここ徹底的に A 守りますかね。A 誰もいないからリコンドローンで使ってる暇ないな。 A に来るでしょ、これ。いた。新兵さんは分かってる。うん。A の周りにいてくれる。心強いですね、新兵さん。変な話ですけど、新兵さんの方が役に立つんで、ドミネーションだと。うん。来てる。アサシンだろ、これ。ブラインドアイとアサシンだろ。あれが全然映らないから、どこにいるかさっぱりわからん。ゲーマータグが映らないからさっぱりわからん、やっぱり。あー、H130 出してきた。これはやばいぞ。OK。味方の旗意識がないときは、私 A にべったり張り付きますね。こうやっていって。こうやらないと勝てないのね。ちょっと、EMP がまだ出てこない、出せないので、私が死にながら A を守りますか。ちょっとこれ落としてる暇ないですね。タクティカルインサーションの近くにいるとタクは消されちゃうので、A 死なんで。ここから投げられるんですね。はい、OK。もう一人いるか。はい、ここからもう一回。はい、OK。これ卑怯だと思うでしょ、皆さん、多分。つまんねえ、戦い方だな、とか言って思う人もいるかもしれないですけど、こうやらないと勝てないんだよ。味方の旗意識が長すぎ。はい、また来た。新兵さんしかいないんですよ、A の周り。新兵さんとセンチュリーガン。ちょっと、あんな奥にいて。私を舐めるんじゃないよ。もうそこも届いちゃうんだから。これ。新兵さん、ちょっと、後ろ見といてよ。なんで後ろに敵がいるの？もうなんか、ただのカカシですなっていう床ですよ。ちょっと前を出て押しますかね。いやー、ちょっと厳しいか、これ。厳しいな、やっぱり。敵が多いな。負けないですよ。A は渡しませんからね。OK。ちょ、リロードさせて。まだいるっしょ。その奥か ?C4 ターンアイム。あ、ヒットマーク。いや、倒した。あ、味方のジャグが来てくれましたね。手伝うよ。
おお、敵の EMP、OK。まあね、EMP、AC-130 の方がとかの怖いんで、私は別に EMP 全然気にしません。あの、この状態になるとやること一つなのね。もう A を守る。で、そのままリードを広げて、勝つと。無理に3点狙いに行ってね、逆転されるよりかは2点をきっちり報道して、まあ、勝つっていうのが私の感じなのでね。おー、ラグいな、しかし。おー、なんとか勝ちましたね。ちょっとこれワイヤレスがひどいな、やっぱり。ちょっと考えないといけないですね。弾が全然当たりませんもん、なんか。ヒットマークって。もう一人いたんだ、危ない、危ない。ってことで、今回はまあ44キルの24です。4280ポイントということで、なんとか勝てましたと。はい。ドミネーターも取れたでしょ？モストドミネーターも。OK。ってことでね、また次回の動画でお会いしましょう。はい。失礼します。